マミライウォークは横浜市西区の横浜駅東口と港未来地区の間の片平側に架かる人道橋である。2009年7月21日に開通した。当人道橋のデザインは M&M デザイン事務所が手掛けており、2011年には土木学会デザイン賞優秀賞を受賞している。当人道橋は横浜駅側が 横浜新都市ビル及び横浜スカイビルの2階部分と接続されており、さらに、港未来地区側は日産自動車グローバル本社と直結しているため、ビル内の日産ウォークを通り抜けることによって、横浜駅方面港未来地区間の最短でのアクセスが可能である。またこの他にも日産ウォークとの接続部付近により片平側沿いに整備されている。 水際線プロムナードに降りることが可能で、このプロムナードを介して、西側の国道1号や東側の港未来を橋、高島水際線公園へ行くことができる。また、新都市ビル東側テラスとかもめ歩道橋を通って、横浜ベイクウォーターにも接続している。この人道橋が完成するまでは、横浜駅から港未来地区へ徒歩で行く場合、国道1号経由か、 横浜ベイクオォーターから港未来大橋経由と時間がかかっていた。なお、東人道橋の東側に並行してかかる港未来大橋には横浜新都市ビル及び横浜スカイビルがある区域の海側より道橋の中央付近に向かって T 字型に接続される自動車等も通れる道路の計画があるが整備時期は未定となっている。また、 東人道橋上の屋根がかかっている部分には動く。歩道の設置も当初計画されていたが、2009年の開通時には設置が見送られている。2008年6月に東人道橋が完成し、当初は同年秋の開通を予定していたが、水際線プロムナードの工事の遅れなどにより開通が翌年7月までずれ込んでいる。2008年の段階では日産多くが まだ存在しなかったため、港未来地区へのアクセスを可能とするのに、同プロムナードの完成を待つ必要があった。東人同郷の名称は、計画段階では、横浜駅、東口ペデストリアンデッキとされていたが、2008年6月に一般公募を行い同年10月には316件の応募の中からは、まミライウォークに決定している。日産ウォークの利用可能時間は、 朝4時30分翌1時15分で、それ以外の時間帯は、水際線プロムナード経由して、港未来大橋付近まで迂回する必要がある。日産ウォークが開通したのは、東人道橋及び、水際線プロムナードの開通から翌月となる2009年8月の、ことである。ありがとうございます。